今日はこの子ケアアンテリアのココナさんの癖をまとめました。ココナさんの癖というか、よそのワンちゃんもしそうなのも含んでいますので、プーさんと比べてということですね。それではちゃちゃっと行ってみましょう。見ての通りのアホです。ワンコは基本アホなので、こっちもいつもニコニコです。絶対受け狙いでやってます。計算してるんです。ということはアホじゃないです。空を蹴っています。これは転換の一種です。嘘です。人間には見えない何かをやっつけてるんです。除霊の一種です。嘘です。何をやってるんだかよくわかりません。これも見て和ませてもらってます。これは他のワンコもよくやりますね。特に女の子。何が楽しいのかわかりませんが、何か楽しいんでしょうね。この子、基本的にめっちゃ臆病です。少しでも高所なら、進みもしないと思います。家族の中でダントツ寝起きが悪いです。逆にプーさんは早起きです。何か用事があるときは手で呼びます。結構な力なので痛いです。これはよそのワンちゃんもやりそうですね。ちなみにプーさんは鼻パンチで呼びます。これは痛いです。にゃんこもしますが、まだまだミルクが欲しいのかな。記念写真が嫌いです。カメラを向けると嫌な顔をします。そして変顔に映ることが多いです。何かあるとプーさんの背後に回り応援します。ある時はプーさんを後ろから押して操ったりもします。散歩は嫌いじゃないのに、童話をつけようとすると逃げ回ったり嫌がったりします。以前いたダックスのかりんさんは自分から童話の中に顔を突っ込んできました。散歩から帰って足を洗った後、必ず右手を舐めます。どうでもいい話ですが、そういうことです。今回はこの辺で終わりです。あくまでもプーさんとの比較ということで。